はははい、えー、皆さんこんばんはこんばんここばば日本はですねお盆休み夏休みですねが終わりまして、えー、そろそろ会社が始まったよっていう方もね多いんじゃないかなと思います、うん、そうですね、うんまあ、学校はですね学校にもよりますけどもうすでにね新しく2学期始まったところもあれば ま,あまだまだ休みだよっていうところもあるかもしれませんけれどもね。えー、まあ皆さんね、夏休みどうやって過ごしてますでしょうか。うん。ぜひね、コメントで教えていただけたら嬉しいです。はい。はい。ということで今日は質問にお答えする回ですね。やります。はい。はい。はい、えー、っと、じゃあ読みますね。はい。えー、641回目のですね、時々ド,ドキドキっていうエピソードに対する コメントです。うん。K さんからですね。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、じゃあ、ざわめきとときめきはどうでしょうか。それについてのエピソード話してもらえませんかいつもありがとうございます。ということでね。<ー>ざわめきとときめきですね。お難しい言葉ですね。うん。まあでも、また、響きがちょっと似てる。 という感じなんですけれども、えー、っとまあ今回は「ざわめき」っていう言葉と「ときめき」っていう言葉の、まあ、2個なんですけど実はその「ときめき」ま「あ、ときめく」っていうふうにねあの、まあ、動詞の形で言うんですけど「ときめく」っていう言葉もちょっといくつかパターンがあるので、うん、それを説明していきたいなと思います。 えまず、えー、ざわめきですけど意味わかりますざわめきねちょっと難しいな,なんかイメージはあるよねイメージはあります、うん、結構ねそういう方が日本人でも多いなっていうふうに僕は思っていますうんあの、まあ、すごく簡単に言うとざわめきっていうのはこうざわざわしてることというか うん、そのまんまじゃないかと思うんですけどそのざわざわもいろいろあってまあその何て言うんですかね街に出たら何か聞こえてくるじゃないですか人が喋ってる声とか、まあ、あとは車の音とかもそうだし電車の音とかもそうだし音楽が聞こえてくるかもしれないしまあ 誰かが走っていくかもしれないです。いろんな音がするじゃないですか。はい。とかまああとはなんだろうレストランとかでご飯を食べていても、まあ、自分とまあ、誰かと食べてるかもしれないけど、他の人たちが喋ってる声とか聞こえてくるじゃないですか。うん。ざわざわザワって。はい。ま日本語だとそれはざわざわっていう言い方をするんですね。あのまあノイズみたいなことですよね。うん。日常生活のノイズみたいな。うんうん。がえっ、ー、と。 ざわ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 って表現をするんですけどそれのことです、うんはい、だから結構ざわめきっていう言葉自体はその使える、うん、対象っていうかねのはたくさんいろんなのがあって、うんうん、まあでも多いのはやっぱり人が喋っててこうざわざわってしてるのがざわめきかなって思うんですけどまあそうじゃなくてもこうなんか。 なんていうの何かの音がしてとかいう時に「まあ、ざわめき」っていう言い方をします。うんうん、うんあの。あんまり日常生活で「ざわめきが」とかまあもしくは動詞の形で「ざわめく」とかっていう言葉を使うことはあんまりない。ないですね。まあ例えばあの 電話しててあの向こうでね自分の電話の向こうの相手の人のところで周りですごい喋ってる時とかあるじゃないですかもしかしたら街の中を歩いてるのかもしれないしなんか会議中とかなのかもしれないけどその後ろですごい人の声がする時あるじゃないですか、うん、そういう時に普通にこう「いやちょっと周りがうるさくて聞こえないんですけど」みたいな。 言うじゃないですかうん、うん、それあのちょっとざわめきがとかまあ意味としては合ってるんだけどうん、うん、ちょっとあのざわめきがありましてみたいな <laughs> ことはあの言わないんだよね言わないね、うん、なのでこの普通の日常会話とかで使う言葉ではちょっとないかなと思います、うん、そうですね、うん、ただまあ意味としてはそういうことです、うん、はい、はい、えー、とじゃああのときめきの方ね 「ときめき」なんですけれども、えー、これはまあもっとイメージしやすいかなと思うんですけどあのー、まあときめきを感じるとかねそういう言い方をします。うん、で実はこれあのー、その「ドキドキ」っていうねあのエピソードに対する、あのー、コメントなんですけどその「ドキドキ」っていうのがこう胸がドキドキするみたいなところから来て。 まあなんかこう緊張したりするよっていう意味を説明したんですけど、うん、それに近い「ときめく」というのは、まあ、ちょっとドキドキするとかこうなんか楽しみにするみたいなイメージですねでもあの似てる「うん、ドキドキ」にかなり近い言葉です確かに、うん、でまあそのね「ドキドキ」はこの心臓がドキドキするドクドクするというかね 言言葉が来ててるって言ったんですけど「はい、ときめき」っていうのもそのドキドキみたいなその「とき」「とき」みたいな感じの, <laughs> あの,あのところでまあ実はこれあの心臓のこの動くのって「動悸っていうふうに言うじゃないですか、はい、でそこから「動悸から「ドキ」とか「とき」になってるっていう説もあるんですけど<ー>あの、まあ、そういうふうに、まあ、心臓が動いてる様子で「めく」っていうのは そのまあ、ざわめくんの方もそうなんですけど、まあ、そういうふうに見えるっていう意味なんですね。なるほどそうそうだから、まあ、ちょっと戻るけど、うん、ざわめきの方はざわざわしてるように見えるみたいなことです。でときめきはまあ心臓がこうドキドキしてるように見えるということで、うん、まあほぼあの同じことなんですけどただときめきっていう場合あの前向きなというかポジティブな 意味が多いですね。あ、そういうイメージがあります。うん、うん、例えばあの好きな人に会って。ときめきを感じるとか。うんまあ今はちょっとときめきっていう形で使いましたけど、まあ実際にはときめいたとかいう言い方をしますね。そうですね。うん、ときめくときめくっていうのは多いかな。うん、うんうん、うん、なので、あのはときめいたみたいなね。<laughs> まあ、そういう風うに言うかどうかはともかく。<laughs> まあなんかこう楽しみなこととか今好きな人みたいな感じでまあ恋愛みたいな言い方でしたけどそうじゃないことでも使えるんですね例えば僕がよくあるのはまあなんか新しいカメラを買ったとするじゃないですか、うん、でまあ買って家に届くまでまあすごいときめきを感じてときめいてますよね。 そういういことですねまさにワクワクするっていうのでまあでもカメラ買って心臓がドキドキはしないかもしれないけど <laughs> まあでもちょっとこう興奮するっていうか何かこう楽しみにしてるっていうことですかね、うん、まあそういう意味では例えば海外旅行に行くとかね特に初めて海外旅行に行くみたいなのもそういうのに近いかもしれないですね で、あの今一応説明これでね終わりなんですけど、実はそのときめくっていう言葉はあの今これ質問ひらがなでもらってるんで、うん、これなんですけど、まあ代表的な方をお話ししたんですがもう一個あるんですよ。ほう。はい。なんだろう。よくあの聞くのは今をときめく歌手とか言うじゃないですか。おーお,ーおー。わかります。なるほどね。今をときめくモデルさんとか。はいはい。 言うじゃないですかそれって知ってましたあの、ね、そういう言葉、うん、今聞いてあそれは聞いたことあるって思いました、うん、なるほどでもあのみんなその「ときめき」のと同じ言葉だと思ってる、うん、なるほどそうなんだけど実はあの「の時ね、うんあの「時間の字」っていう字ね にひらがなで「めく」っていうので「ときめく」っていうふうにまあ漢字で書くんですけどはいだから意味違うんですよ確かにでそれはあの何、ー、て言うんでしょうね今一番売れてるみたいな意味ですうんうんうんそう今一番こう流行しててあの今一番売れてる人みたいなはいあのまあ「時の人」とか言いますけどねあ言いますね、うん、なんか毎日ニュースに出てるとか まあ、なんだろう今話題に上っている人みたいなのを、うんまあ、時の人みたいに言いますけどあのまあときめく例えば今をときめくスポーツ選手とかいう言い方をしますね。はい、なるほどね。うん、確かに2種類あります、うんうんはい僕最近あの今をときめいてる人っていうので言うとあの僕サッカー好きなんですけど、うん、あのサッカーの日本代表のキャプテンをしている。 遠藤選手がいきなりあのイギリスのねのリバプールに移籍した<う>急に急にねっていうのであのサッカー好きな人たちの間ではそのざわめきがざわざわしてであの、まあ、今みんなときめいてるんじゃないでしょうかなるほど、うん、僕もすごくそれに対してはときめいていて。 あの好きな選手なんであの楽しみだなというふうに思ってますし彼はまさに今ねあの今をときめくサッカー選手なんじゃないかなと思います、はあ、ということで3個意味を作って喋ってまとめていましたね全て入れましたね、はいまあ、でもあの本当にあの楽しみにしてますね、うんうん、サッカーの、ね、好きな人もいたらぜひコメントください、はい、ということで、えー、今日は質問にお答えをする会議でざわめきそしてときめき ですね。まあ、ざわめくときめくみたいな言い方になったかもしれないですけど、今日はそのお話をしました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。